なあユッキー、今日は何の日でしょう。え、なんかの日だったか。覚えてないの。まさかお前の誕生日とか。ブー。じゃあなんだよ。答えは週に一度の盆踊りの日。週に一度の盆踊りの日。世話しないわ。いいじゃん、週に一回ぐらい。年に一回でも多いぐらいだわ。朝っぱらからイチャイチャしとるの。もはや風物詩ですね。してねえから。セラフ第31エブタル、直ちに教室に集合。また急な呼び出しね。なんだろう。いい予感がする。よし行こう。相変わらずポジティブなやつだな。作戦行動が発令されたわ。そんな弱気じゃダメだ。虚勢でもいい。喜べ。よし来たー。そこに至るまでが聞き取れませんでしたが。よし来たーとは喜べない。それって命を懸けて戦うってことだよな。からの、いや、そんな弱気じゃダメだ。虚勢でもいい。喜べ。私、よし来たーであります。なるほどなるほど、そういうことでしたか。納得です。くるくるパーカー。早速切れさせたか。もう司令官がくるくるパーカーっていう人みたいになっとるやんか。人生でなかなか口にせえへんはずやで。作戦の決行は22日後。これからその内容を説明します。作戦名はオペレーションプレアです。神奈川県南西にある旧国道246号沿いの秦野盆地に巣くうキャンサーを排除し、箱根の入り口となる拠点までを人類側に奪還する。あなたたちを含めて総計7つの部隊が参加するから大規模な作戦になるわ。切り込み隊であるあなたたちには先陣を切って盆地へ突撃し、密集したキャンサーを掃討してもらいます。セラーと言うたけど死んでも全然おかしない内容やん。まあ切り込み隊に任命された時から覚悟してたけどな。あなたたちが中心となってキャンサーを一掃した後、別の部隊が共闘歩の資材を運搬し設営を行う。共闘歩が完成したら盆地に残るキャンサーを排除して作戦終了よ。共闘歩ってなんだ。防御の拠点だろ。当然その間にもキャンサーの増援は来るだろうけど、あなたたちは周辺を守ることに集中して。見当むなしく共闘歩が破壊されたらわかるわよね。 Fly me to the moon。 どういう状態だよ。し、まあ生身のまま月まで行ったらそりゃ死ぬよ。死ぬという意味では間違ってないわ。要はこの作戦が成功するかどうかはあなたたちにかかっているというわけ。そのあたりを踏まえて作戦に臨んでちょうだい。何か質問はある？東条の母親は事故死じゃなかったんだろう？あなたは何を言っているの？バカかお前！そういうの頭っておけよ！もう一度言ってくれる？後ろめたいことは何もありません。だったらいいのだけど、明日から作戦に向けての訓練を始めます。訓練は 31B と共に行います。部隊長の葵さんは、茅森さん、あなたよりたくさん知識を持っているわ。見習うべきことがあるでしょう。切磋琢磨に努めなさい。く
この私が彼女に身体的に劣ると？ルカさんは人気アーティストだったんですよ。関係あるか。しかもお前ら 31C の山脇と文吾の言動をトレースしてるからな。またデジャブを感じたわ。では解散。隠蔽している側にドストレートに聞いて何か得られるとでも思ったか。いや、ポロッと、あ、言っちゃった、やべ、みたいにならないかなって。どんなイージーミスを期待してるんだよ。それよりこっちの暗躍がバレる方が致命的だろう。やべ、正論だ。ほんと注意してくれよな。すごいゆるゆるですね。こんなので大丈夫でしょうか。存在が緩いお前が心配するな。しかし、また訓練の日々が始まるのか。かったるいな。せっかくの休日だし満喫しなきゃな。まずは腹ごしらえだ。頼むから迂闊な行動はしないでくれよ。毎回フォローする身にもなってくれ。ほら、カフェテリア行くぞ。どっちにしましょう。もう昼飯やぞ。一本だけにしとき。次の作戦も大変そう。頑張ろうね、ルカさん。いろいろと難題ばかりだけど、今の私には一つのことしか考えられない。今日のランチ何にしようかしら。お、ユッキーが珍しくサンドイッチ食べてる。一つもらっていい？いいけど。スモークサーモンのサンドイッチだぜ。何その煙と魚足したみたいなの。煙と魚足したのだよ。やだよそんなの。人が美味しく食べてるのにひでえ言われようだ。貸しな。厨房にお願いして丸ごとフライにしてきてやるよ。その何でも揚げたら美味しくなるというかつての動画クリエイターのような発想はやめてくれ。訓練の間、おとなしくしておくの？いや、新たな情報も得られたし、動き始めよう。何か思いついたのか？お前にパルクールを叩き込む。さて、まずは全速力で走ってみようか。やらねえよ！しかもいきなり全速力で走らせるなよ。怪我するわ。じゃあ準備運動からで。よし。ってやらんわ。じゃあ仕方ない。 31A の部隊長と会ってみっか。 31B な。 31A の部隊長はお前だからな。そうね。何かわかるかもしれない。任しとき。コテンパンにしばいてるわ。喧嘩売りに行くわけじゃないからな。私がいては相手をビビらせてしまわないか心配です。逆に舐められるから安心しろ。でもたくさんいる基地の中からどうやって 31B の部隊長を探したらいいかな。ユッキー、そんなの電柱でいくらでも調べられるだろう。ほら、こいつが部隊長さんみたいだぜ。さすがユッキー、ナイスハッキング。閲覧しただけだわ。あいつは確か。ルカさん、今トラが前を通り過ぎていったの。何なんだろうあれ。確かめたい。
に何か大きな影がふれあい通りの方へ行きましたが、よくわかりませんが私も同行しましょう。虎など恐るるに足りません。おいおい、一体なんだよ今の。クソでけえ生き物がジムの中に入っていったぞ。ぐえー、見つけたはいいが、なんこれ、どうしてこんなところにいるんだろう。飼ってるの？野放しになっているのだけど。襲うことがないからああやって野放しなんだろう。じゃあユキ言ってよ。なんでだよ、隊長が率先していけよ。はっ、ビビリか。襲いかかってきたらセラフ出せばええだけやろ。あ、そっか、セラフがあれば怖いものなしだな。よし、行く。許可なくセラフを出すのは禁則事項なんだがな。おお、よしよしよし。わあ。って泣くんだ。ワンと泣くとでも思ったか。名はなんて言うんだい。わあ。こう。よろしくな。わあ。なわけあるか。その子は白子です。おっと、計らずもターゲットにたどり着いちまったようだぜ。あなた方は？かわいい。いや、かわいいけどちゃんと答えろよ。でもうちのカレリンには勝てまい。こちらが朝倉カレンことカレリンだ。今はカレンちゃんでした。カレンちゃんだったか。負けた。何してんねんうちら。相手さんポカーンしてるで。ポカーン、本当にしてる。ありがとう、ビャッコ。虎が正気を取り戻させた。どっちが人かわかんねえな。すみません、ポカーンとするのが癖でして。くそ、なんてコンビネーションだ。私の萌えのツボを刺激してきやがる。いやいや、ルカ、答えてやれよ。私らが何者か。ああ、 31A だ。やっぱりあの切り込み隊に任命された。おいおい、そんな騒ぐなよ。人が集まってくるだろ。どんなスター気取りだ。ロック界では超新星と言われてたけど。そうだった。ちょいちょい忘れるよな。ギャップがすげえんだよ。ポカーン、またポカーンなってるで。ありがとう、ビャッコ。くそ、私の萌えのツボをいちいち刺激してきやがる。あの、挨拶してもいいですか？もちろん。私は 31B の部隊長の葵エリカです。明日から作戦の訓練一緒ですね。頑張りましょう。こっちは一人を除いて天才軍団や。せいぜい足引っ張らんことやな。え？おとなしく言うこと聞きな。何をすればいいんでしょう。
知ってることを洗いざらい吐いてもらうことになるな。吐くまで眠らせへんで。めぐみ、朝までに終わると思うか？こいつは眠れん夜になりそうやな。うちらは交代で寝させてもらうけどな。うわぁ！すごい殺気！これは本気だ！本気ですよ！さっきといい、お前本当に前線で指揮してたのかよ。すげえビビりじゃねえか。冗談や冗談。よしよしよし、悪い人たちじゃないからね。人の言葉が分かってるかのようだな。でも白い虎の名前が白虎ってそのまますぎない？カタカナで白虎だからいいんです。意外に大人しい。吠えられたばっかだけどな。これでもセラフ部隊の一員ですから。え、この虎が？やべえ、ルカとハモっちまった。不覚だ。はい、私よりも古く先輩に当たる存在ですよ。まさかセラフも呼べるのか？はい。すげえな。そいつは大変な目に遭ってきてるんだろうな。おお、よしよしよし。白虎がこんなにすぐ懐いた？人懐っこい性格じゃなかったのか。人懐っこい性格ですが、人見知りなんです。私も触ってみたいです。よしよし。ぐやー、噛まれるところだった。腕がもげるところだった。ほんまや、たまには懐かへん。おお、よしよし。おとなしくなった。無駄な能力を持ってるな。よーし、白虎とも仲良くなれたことだし、改めて聞きたいことがあるんだ。はい、何でしょう？何しに来たんだっけ？みんながずっこけるようなことを言うな、部隊長。とりあえず疑問をぶつけてみない？うん。そうだな。刀削麺を知っているか？そんなもん知らんわ。ああ、あの片手に生地、片手に包丁を持って湯の沸いた鍋の前に立ち、生地を細長く鍋の中にそぎ落として茹でるやつですね。知っとった！やるな、気に入った。今度飲みに行こう。はい。お前ら未成年だからな。話を戻さない？そもそも話は始まってもいない。なんで私以外はこんなのが集まった？神のいたずらか！そうだ、聞きたいことはキノコの山ほどある。訴えられるぞ。お前は何の天才なんだ？天才？どないな才能に恵まれとるんかってことや。才能ですか。強いて言うならテストで100点以外を取らない才能ですかね。ほんまもの天才やった！え、ここに来て最初にやらされたテストもかよ。はい、すべて満点でした。ユッキーは？100点取れたのは数学だけだよ。チェンジ。何がだよ。冗談だよ。私がユッキーを手放すようなバカな真似するやつだと思うか？思わなくもないよ。だろ？驚かせただけだよ。安心しな。否定はしてないんだけどな。 31B の他のみんなも何か取り柄があるのね。はい、そうですね。みんな何かのエキスパートですね。この白虎も含めて。ちなみにその白虎さんの特技は？オセロができることです。負けた！それぐらいできろよ。おい、タマ！ふっ、ふい！気にすんな、うちもでけへん。アホの集まりか。ということはやはり何らかのエリートがスカウトされてここに集められているってことね。東条以外ね。あっ。
や、またナービーの目が綺麗か。ここにはおらんで。カレンちゃんの耳が可愛い。ウシャ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 。空気読んだかのようにカレンちゃんになったな。意外といいやつなのか。おい、つかさっちをいじめるなよ、めぐみ。チームワークが乱れるだろう。その通りだけどさ。最後の一言余計だよ。もう話は終わりでいいですか。いや、まだある。この軍、何か隠してると思わないか。え、いきなり何ですか。どうしてそんな疑問を。だって、いきなりセラフィムコード唱えてセラフ呼んでキャンサーと戦ってパージしろだなんて、謎が多すぎるじゃん。パージしろとは言われてないだろ。それは科学者たちの英知の結晶ですから、私たちが理解できないのも無理ないかと。そうなの、ユッキー。まあな、4次元以上の多次元が存在するなんて思ってもみなかったからな。つまりユッキーより科学者たちの方が優秀ってこと？そうだろうし、そもそも分野が違うわ。私はあくまでもプログラム専門だよ。多次元や宇宙の分野で叶うわけねえだろ。そっか。じゃあ記憶の方を確かめてみよう。ちゃんと記憶は地続きか？途中でなくなってたりしないか？私は、ちゃんとあります。そっか。ならいいんだけど。もう話は終わりでいいですか。そうだな。ではトレーニングに戻りますね。最後に一つ、同期として明日から共に訓練に励む者として助言しておこう。何でしょう。どうした。サブマリンテーペリンコ。なんだよそれ。沈黙した後に突然するテーペリンコ。ポカーン。またポカーンなってるで。ビャッコさんも眠いのか。葵さんを起こしません。グダグダやないか。どうすんだよこの空気。なんとかしてみせるよ。してみせろよ。テーペリンコ。ポカーン。サブマリンテヘペリンコで微妙になった空気がテヘペリンコでどうにかなるとでも思ったか。思った。なるかー。二度とすんなー。怖えよ今日のユッキー。いつものユッキーに戻ってくれよ。どうしたらいい。とりあえずテヘペリンコ言うな。わかったよ。じゃあノーテヘペリンコ。なんだ今のは。テヘペリンコを取り消した。これでテヘペリンコは言わなかったことになる。だが現実にはテヘペリンコと二度言った。言っていない。言った。言っていない。なぜならノーテヘペリンコしたからだ。今3回目を言った。ノーテヘペリンコ。もうテヘペリンコ1回とカウントするのは全くもっておかしい。引かれるべきものだ。引かれたとしても今また1回言った。ノーテヘペリンコ。これでまたゼロに戻った。腑に落ちない。自然の摂理だ。違う気がする。物理だ。宗教の方が近い。テヘペリンコという宗派は存在しない。今また1回言った。ノーテヘペリンコ。これでまたゼロに戻った。不可解だ。現実だ。受け入れがたい。現実とはそんなもんだ。やはり宗教に近い。宇宙だ。突飛だ。いつまでこいつポカーンとさせとくん。口開いたままよだれまで垂れてきてるで。おっとそいつはかわいそうに。締めてあげよう。ガッチンと。力づくか。よし戻るか。何しに来たんだ。
カフェテリアに来たけど、何か食べようかな。さて、何頼もうかな。刀削麺が私を呼んでいる。このもっちもち感がたまらないんだよな。何杯でも食べられるぜ。でも職人さんってすげえよな。麺の太さや長さがほとんど揃ってる。これが匠の技か。私もやればできるかな。ルカさん、刀削麺を食べているんですか？私も刀削麺にしてみます。いや、ここは任せな。お玉さんの分は私が作ってやんよ。え？ルカさんがあの麺を削ると言うんでしょうか？ああ、やってみたかったんだ。だって生地を直接鍋にそぎ落とすのに麺の太さが一緒なんだぜ。その腕前に惚れた。弟子入りしてくる。なんならお玉さんも一緒にどうだい？わかりました、やったりましょう。さすがお玉さんだ。行こうぜ、刀削麺道。断られた。怒られました。食べた食べた。そろそろ帰るか。今日はとりあえず 31B の部隊長青井エリカと会ってみたわけだが、科学者たちが優秀ってだけで有益な情報は得られなかったわね。まあ同期だもんな。知ってることは私らと一緒か。でも白子さんは可愛かった。ものすごく。カレリンの方が可愛いよ。ホストか。考えるのはここら辺にして今日は寝るか。ああ、明日からまた訓練始まるしな。そんな。ずっと休みが続くとでも思っていたか。ユッキーさ、異様にお玉さんに突っ込むのうまいよな。ここにいりゃ嫌でも鍛えられるよ。嫉妬なのにいなしたわ。うんうん、ちげえよ。これでもじわじわ削られていってるんですが。ならバカみたいにボケるな。こいつは天然ボケや。ん、うん、そうかもな。わかったらええ。なんか気持ち悪いよお前。なんもないわ。そこまでお玉さんがお気に入りになっていたか。メグミンでもどもることあるんだな。マジ意外だぜ。勘違いもほどほどにせ。いじめが許せんだけや。関西人ならツッコミだとわかれよ。バカ呼ばわりは度が過ぎとるわ。あー、関西人はバカ呼ばわりはシャレにならないんだったな。今度からはちゃんとアホって言うよ。頼むで。いや、アホ呼ばわりされても関西人じゃないんで感覚的には変わらないんで。おいタマ、アホはユニークなやつやっていう褒め言葉やで。ならユニークなやつでいいじゃないですか。アホか。関西人はそんなまどろっこしい言い回しいちいちせえへんねん。みんなでいじめてるみたいになってきてるからな。Thank you.